恵子さんの作品を紹介したいと思います。恵子さんよろしくお願いいたします。恵子さんの作品はですね、まずですね、こういった水墨が非常にこう伸びやかなタッチで一気に一気書きされるんですよね、これ。はい、基本的に淡墨多めなんですけど、はい、淡墨で主に書かれて、はい、ちょっと彩色もされて、そうですね、乾彩という絵の具で色をつけてます、はいはい、これももう一気にスッとこう、はい、書いてますですよね、この筆運びがね、はい、非常にこう素敵な、ね、本当素敵です。そしてちょっとね、対照的というかですね、こちらはアクリルによる富士山、美しいですね。静寂、下が静寂という作品で、上が暁富士ですね、はい、富士山はよく行かれたりするんですか？いや、そういうわけではないですけど、やっぱりなんか富士山になんか惹かれるというものがあります、はい、そうですね、はい、そしてこちらが、4部作なんだそうです。春夏秋冬を表現していらっしゃる、はい、ということで、こちらは、何を、こちらは、はい、風に舞う星、風に舞う星、はい、桜の散った花びらと星がなんか一つに溶け合うようなイメージで描いています、はい、なるほど、素敵ですね、はい、そして夏がこっちですね、はい、やっぱり星が一つに溶け合うような、素敵ですね。そして今度はこれはイチョウで、イチョウの葉っぱが風に舞ってるような、まあはい、まあ、やっぱり 星とこう、はい、風と何か何かをこうミックスしたものの方が、そうですね、そして冬もやはりこう、そうですね、雪と星と、星とそういう感じで、あ、いいですね、とても象徴的なね、四部作。和のテイストが好きなんで、はい、そうですね、こう日本画の要素を取り入れながらも、アクリルの鮮やかなビビッドな、色も扱って、非常に楽しい作品群になっております。こちらもね、あの、はい、絵はがきも置いてあります。はい、あ、直筆の、こちらが直筆で、こちらがもう印刷されたものです。はい、ありがとうございます。恵子さんをぜひぜひ、応援よろしくお願いいたします。